共産党実期でブーメラン先日日本共産党の東京都議団が東京都に対し極実機の,オリ,ンピックへのオリンピックの競技会場への持ち込みを禁止するよう要求いたしました共産党は極実機はアジアの国々への侵略の記憶を呼び起こすものだ極実機の持ち込み容認は オリンピック憲章の精神ととないと主張しててししままっております。しかし本日までにこのように共産党の志位和夫さんの応援で旭日機が使われていた事実が確認されましたこちら共産党にはこういった事実についてしっかりと説明責任を果たしていただき そもそも、極日記には何の問題もないと、共産党ですら理解をし、このように使用しているという事実がございますので、共産党には極日記に対しておかしなプロパガンダを垂れ流さず、日本の旗であると、 何の問題もないと、国民の皆様に、有権者の皆様に説明していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。